んこんばんは。ヒヨリスタイリングのハメグです。ヒヨリスタイリングチャンネルは毎週月曜21時3分でわかる骨格診断ということで、骨格診断の内容をわかりやすく3分でお届けさせていただいておりますので、ぜひ最後までご覧になってくださいね。今日のテーマはこちら、骨格診断タイプ別似合うサンダル徹底解説させていただきます。ナチュラルタイプ、ナチュラルタイプの方が一番よく似合うのはカジュアルなサンダルになります。ウェッジソールだったり太いバンドだったり、足の甲があまり出ないデザインを選んでいただけますと足長効果を発揮しますよ。親指を入れるタイプの足の甲が隠れるデザインは今年のナチュラルタイプの方におすすめのデザインになります。太いヒールもバランスが良くなりますので、とてもよくお似合いになりますよ。まだまだ人気のスポーツタイプのデザインはナチュラルタイプの方が一番得意なデザインになります。カジュアルな素材感で、そこがしっかり凹凸があるデザインを選んでいただいても、ボリューム感が可愛く見えますので、ぜひ試してみてくださいね。ウェーブタイプ。ウェーブタイプの方がサンダルを選ぶ時の一番のポイントは、ムーディーなデザインです。細めのストラップだったり、スウェードの素材で少し女性らしいイメージをプラスしても、とてもよくお似合いになりますよ。ヒールのないカジュアルなサンダルを選ぶときにもムーディーなデザインがおすすめになります。細めのストラップだったり足の甲がしっかり見えるデザインを意識してみてくださいね。今年トレンドの PVC を使ったムーディーなデザインのサンダルはとてもよくお似合いになりますので、ぜひ試してみてくださいね。ストレートタイプ。ストレートタイプの皆様はなんとなくお気づきかと思うんですが、サンダルはちょっと苦手なアイテムになります。なるべくパンプスに近いデザインを選んでいただけますと足長効果を発揮しますよ。一般的なサンダルよりもかかとが隠れているデザインの方が上品さが出ますので、ストレートタイプの方におすすめです。あまり飾りのないシンプルなものを選んでみてくださいね。今季人気のミュール型はバックストラップのデザインがおすすめになります。どこか上品で靴のようなイメージになりますよね。なるべくシンプルで、そしてポインテッドトゥーのように先端が少し尖っているとより足長効果を発揮しますよ。カジュアルなサンダルとして人気のウェッジソールはなるべくシンプルに、そして足の側面を覆うようなデザインになっていると上品さが出ますので、ストレートタイプでも似合わせるように寄せていきますよ。カジュアルスタイルの時におすすめです。いかがでしたか？骨格診断のタイプ別で似合うサンダルもこんな風に変わっていきます。ぜひあなたに似合うサンダルを選んでいただきまして、今年の夏も楽しんでいきましょう。ヒヨリスタイリングチャンネルは毎週月曜21時3分でわかる骨格診断ということで、骨格診断の内容をわかりやすく3分でお届けさせていただいておりますので、ぜひまた来週もご覧になってくださいね。毎週必ず見たいという方は動画下のチャンネル登録のボタンからご登録お待ちしております。それでは本日の動画はこれで終了です。最後までご覧いただきましてありがとうございました。この動画が面白かった、ためになったっていう方はぜひグッドボタンやコメントお待ちしております。そしてこの動画へのリクエスト、動画下のコメント欄にぜひ書いてくださいね。それではまた次の動画でお会いしましょう。